はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。ピッチャーの登板が終わったところなので体力が結構減ってますね。なので今日は寝ましょう。で、花子ちゃんはもう連絡取らなくていいかな。やっぱりね、あんまりねガツガツしすぎるのはね良くないと思うんですよね。ちょっとやっぱり引いちゃうんで、男性の方も。まあ連絡が来るっていうことはシステム的に多分ないと思うからね。ツーストライク、これはファースト。一応見とくか、スターティングオーダーを。野手データ田中さんやる気ねえな北条、大和、福留、糸井、アンダーウッド、原口、キャンベル、中谷。これは岩佐だかな、岩佐だ。伸び、奪三振、緩急すごいね。あ、チェンジアップを持ってるから緩急で勝負してくるタイプか。よし、今日も守備を頑張ろう。よくこいつまだ守備やってられるよな。これは俺だ。もう一塁に投げとくべきなの、こういうのって。二塁に投げとくべきなのかな。うわっ、連打受けてる。三塁までは進まれてないか。ただクリーンアップだからな。これはライト OK。これでツーアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。こちらレフトか右側にいるから。よしよしよし、なんとか乗り切ったね。そして一気に点を取ったな。ホームラン打ったのかな。そうするとヒットチェンジアップ。あー、しまった。これは走れ走れ、内野安打、内野安打だ。よーし、セーフ。一塁はセーフ。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッター2ボールから打ちました。三遊間へのゴロ、一塁へ。ショート OK。 これでワンアウト、ランナー。キャンベル、右バッターボックスは7番キャンベル。投げました、打った。これもレフトフライ、飛距離は出ていません。OK、続き取りました。これで2アウト、ランナーありません。フルカウントから投げました、空振り三振。よー、さすが。最後は空振り三振で打ち取りました。2回の表が終わって3対0、カープ3点リードは変わりません。3点リードでもだいぶ安定してるよな。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー、ただね、一発がねあるからね。これも OK。 これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って北条。ランナーを貯められて一発で一気に同点とかになったりするからね。これはでもファールでしょ。投げました、打ちました。これは菊池、セカンド、さすが。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは山田、現在の打ちました。これも大丈夫だよね。本当怖いな、守備って。内野手とか絶対無理だわ。カープリードで迎える3回です。さて、ホームラン打ちたいね。今のストレートな、ドンピシャだったんだけどな。ちょっと待って、これはチェンジアップだな。バッター追い込まれました。奪三振、緩急。見送ってボール、カウントはワンボールツーストライクです。投げました。これはちょっと振り遅れたか。取りました。これでセンターフライ。松田ズームズームスタジアム広島からお送りしております。広島東洋カープ対阪神タイガース、3回の裏が終わりまして、試合はこれから中盤4回目になります。先頭バッターは福留、フルカウント。現在の打率は2割7分。変化球、フォアボールか。ノーアウトだぞ。これも抜けた。ピンチを招くね。ナイスバッティングです。アンダーウッド、ピンチを広げてしまいました。打った。これは大丈夫っす、任せてください。間違えてホーム投げちゃうな、二塁に投げようとすると。第3球を投げた、打ちました。あ、これも大丈夫。 OKOKOK、 掴みました。よーし、もうフライとかも本当にね、深いところに来ると難しいからな。これは、あー無理か。さすが強肩。ここはしのいでほしい。うわー、抜けたか。
1点、ただまだ満塁だからな。さあ2アウト満塁という場面で岩佐田投げた、打ちました、サード右へのこの、うん、よしよしよし、スリーアウトチェンジ、打順が良かったね。3対1、タイガースこの回ピンチを招いたけど、からの攻撃、トップバッターは北条、今日は打ちました、サード後方のフライ、これもフライ、オッケー、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには山、変化球、うん、空振り三振、バッターは3番福留、通算255本塁打まであと4本としています。打った、引っ張った、ライト下がった、これが取れる、フェンス直撃、おなんでもうちょっと下がってもよくない、わりかしぼーっと見てたよね。バッターは4番ツーベースか、投げた、ピンチを招くけど今回は抑えた。5回の表が終わって3対1、あれ俺とか交代になった、カープ見事守備固めをしたのかなあいつに守備は任せてられんっていう。本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に鈴木さんさすがだね、本日3打点、ホームラン打ったのかな、そうすると勝利投手は大瀬良、敗戦投手は岩佐田、実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム、大瀬良さん10勝到達か、あそうだよね、1回23号、エルドレッドも24号打ってんのか、岩佐田ってもう11敗してるんだ、連続本塁打が止まったなしょうがない、マルチも止まったな、6試合連続安打、でもさ打席2回しか回ってきてないからさ、2の1はいいでしょう別に。今から一緒に飯に行こう、あこれ牛丼屋さんじゃん、あの時財布を拾ってくれた、財布を拾ったのはね俺じゃないよもう一人の方だよ、ヨシのシノアそんな名前だったっけ。でも普通にさこういう牛丼屋さん行くんだね、プロ野球選手、いや本当に行くかどうかは知んないけどさ、でもプロ野球選手がさ松屋とかで食ってたらビビるよね、おえなんとか選手だみたいな、だってここ普通に牛丼屋でしょよし店に行こう、牛丼食いに行こう、もう庶民派選手で行こう、2位のベイスターズ、今日は今井さんか、5番、ファーストはエルドレッド、あとはいつものメンツかな、でベイスターズになったからまたちょっとスターティングオーダーは確認していきましょう。チャンス、ちょっとこのチャンスを打ってからしよう、打ってからしようっていうか、まずクラインの投手データも見たいね、一応見よう、あれ154 V スライダーとスライダー、球速が速いのか、なるほどね、野手データ、これは梶谷、梶谷、なんか前も間違えた気がするな、プルヒッター内野安打、初球走塁、足が速いと、エリアン肩が強いと、桑原、平均的に強いと、で筒香、パワーがめちゃあると、チャンス B、 パワーヒッター、固め打ち、初球、わこいつと勝負したくねえな、でロペスもプルヒッター、固め打ち、早球、これは荒波、足が速いと、関根もう足が速いね、これは戸柱、エラー併殺があるよキャッチャーなのにエラーするのか、でもキャッチャー B だねエラーするけど、さてこのチャンスはでもものにしていきたいね。第9初球に、うお際どい、マジか、外角低めに決めてきたな、投げました、打った、これはどうだ、行くか行かないか、行ったね、よし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 、今チームメイトが迎えます。おお4点入ってる、
1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはそういう時間帯なのか、ちょっと待って、これはオープンで、ちょっと戸惑ったけどなんとか取れたな。やっぱこういう時に守備と足が速いと落下地点に間に合いやすいんだよね、多分。すげえ上がったな。そしてさ、この夕暮れ時っていうのが微妙に見づらいんだよね。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この暗くなってんのが、おお、カーブ、空振り三振、ロペス先頭バッター三振に仕留めました。投げました、外れてフォアボールか。左バッターボクサー6番荒波、荒波俺と名前が一緒だな。打ったファースト正面、ゲッツーコース、ゲッツー、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。おー、ファーストも間に合ったね。2回の裏が終わりまして4対0。おお、回ってくるね。今日はノリノリだね、みんな。第9、俺もノリノリだよ。強烈、いった、一直線、場外ホームラン。場外とか、マジか、 150m 飛んだんだ。完全に捉えたな。初球から思い切っていきました。チーム名7対0とか。これ打点王とかいけるかな。規定打席とかどうなんだろうね。規定打席には今の段階絶対到達してないから、これからずっと出続ければいけるのかどうかっていうところ。宮崎、ピンチヒッター宮崎、もう大体送ってくるのか。それ7点も取られてるからね。しょうがないよね。掴んでこれで3アウトになります。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋館、3回まで終了しまして7対バレンティンとはでも30本打ってるのか。もうカープリードで迎える4回です。今日6打点を挙げています。投げた、打ちました、カットボールか。球間の当たり、球種を見とくべきだったな。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは梶谷、第1打席は初球を打ちました、セカンド左、9点、9点も取ってんのか。エリアン、バッターは2番、4回で9点ってさ、もうベイスターズはあれだよね、自分の記録を伸ばすことだけだよね。打率を良くするとか。おお、デッドボール、筒子怖い。こいつはもうホームランを打つとか。アウト、3アウトチェンジ。ファーストランナーさん、あれ、ヒット打ってないじゃん。やっべえな、怖えな。またバッター打ちました、これは大丈夫。おお、アウト、これでワンアウト、ちょっと怖いよ。バッターは6番荒波、こういうのを知ってしまうとな。打ちました、いい当たり、これはこれは大丈夫。うわ、怖え、あんぶんで、ね、フラ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 して、また俺のせいで試合を台無しにするところだった。いやー、すごいわ。やだ、守備機会とかマジやだ。トップバッターは飛ばし打ちました、一二塁間への当たり。おお、絶好調だね、マジで。ワンアウト、ランナーはありません。倉本、現在の打率は2割6分4厘。投げた、打ちました。これもうだって大丈夫でしょ。掴みました。ああいうライナー性のさ、球がさ、センターに来たら本当無理なんだけど。ああ、抜けたか。ボールは中継、なんか申し訳ないけどちょっとホッとしたな。あとはちょっと完封を目指してもらおう。取ってこれで3アウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております。と1本、さあ4打席目、平田。今日はスリーランホームラン2本を打っています。スライダーか。1球目ストライクから第2球打った、ちょいと早かったね。スタンドに入ります。これ入ってくるか。あー、入ってきたか。キーワードいい。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッター、打ちました、ファースト真正面。おお、エルドレッド一塁キャンバス踏んでアウト。バッターは4番筒香。筒香怖いよね、本当に。ほら、ライト方向に持っていきましたが、ライト掴みました。これで2アウト、ランナーで、ロペスも怖いと。頼れる助っ人、いや、よく投げてるよな。流し打ち、あ、これは取れる。おお、さすが今井、見事ベイスターズ打線を抑え切りました。7回の裏が終わりまして、いや、あの1安打ちょっと悔しいね。8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは荒波、今日はアウトコース低めに送ってフォアボール。
そろそろスタミナ的なものは大丈夫なのか。あ、これでもすげえレフト線、ああ大丈夫か。ちょっと球が上がったからね。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球ストライクから打ちました。セカンドピューンってなってるけど対左がダメなのかな。いやすごいわ。スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。8回までが終了しまして9対0、カープ依然大量9点を。さあ最後、回です。バッターはバント。ああそうなるとね、やっぱ石川打った。ああ三遊間ライナーで破った。ヒット裏だからね。バッターはトップに帰って梶谷。ああフォアボール、これもちょっとまずいんじゃないか。リリーフ今井降板。マウンド上は一岡、これが29試合目の登板。さあここは守りどころですと言っても、まあ別に点取られてもね。セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、ダブルプレー。なおもピンチが続きます。直球外れてフォアボール。バッターは4番、ここで今日はここまで3打数ノーヒット。打ちました。でも大丈夫でしょう。おお、さすがです。カープ快勝しました。ご覧のように広島東洋カープの勝利でございます。本当に今日は、あ、俺だけだ。いや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 、今井さんも相当頑張っただろう。だって大差で勝利を収めています。確かに2本打ったけどさ、2人呼ばれても全然いいでしょう。最後ちょっと崩しちゃったけど、それはしょうがないよ。いやーでも今日はかなり大勝してよかったね。今井さん1勝か。てか今井さんってそもそもさ先発投げる人なんだっけ。クラインから打った先制弾、見事だった。調子はもう絶好調を保てるね。やっぱ投げるときにね、絶好調だと全然違うからね。あ、中尾さんじゃん。あ、いいよいいよ、全然大丈夫。まあただちょっと今回中尾ちゃんは申し訳ないけど、実は私ファンなんです。あ、そう、もうちょっと今牛丼に夢中だからね。うん、お話ししてるんだったら牛丼持ってきな。中尾アナだよな。お食いはこういうとこ目ざといね、本当に。じゃあ牛丼食いに行こう。これデートなの？できる？できるね。次から次へと新しい子に変わるな。あ、今あれか。アウェーだからデートに誘えねえんだ。神奈川だもんね、そりゃ無理だよ。早くホームに帰りたいな。お、マジック点灯。俺と勝負しないか。内容はそうだな。盗塁好きだね、みんな。エグサさんって誰？よし、勝負だ。この俺に勝負を挑んできたこと後悔させてやる。飯をおごるとな。なるほど、じゃあ俺が勝ったら牛丼おごってもらおう。広島の牛丼屋さんの牛丼だからな。お前神奈川から買ってこいよ。エグサさん、エグサさんって誰マジで。普段出てないよね、だって今日も出てねえし。ダイソー要員なのかな。もうスターティングメンバーでさえさ全然覚えてないのにさ、ちょっと控えメンバーまではね分からないっすよ。1回の裏、これからベイスターズの攻撃で、スコアいないよね。野手データ、相沢、田中、荒井、下鶴。いねえじゃん。あの人何をもって俺に勝負を仕掛けてきたんだろうな。いないよね。奥井とかやる気ねえな。奥井一応ここまで育ったのか。ミートシーンにはしたいね、ちょっと。いやー、鎌田さん眠らせておくとかさ超もったいないよね。それこそでもあれか、足 S あるから。でも丸さんもな、眠らせているのか。まあセカンドはちょっとね菊池さんがいるからしょうがないけどね、外野として出しても全然いいからね。まあいいや。
ダイソーっていうか走塁は自分やんないからな。走る足ないし。エリアン、これはどっち？あ、これは無理だ。今のはどういう動きをすればよかったんだ。エリアン、いいバッティングを見せました。カープ先制のピンチを迎えます。第3球を投げた、打ちました。これはサード真正面、一塁送球アウト。 OK、 これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第6球を、じゃ左バッター多くね。これはみんな左バッターじゃん。あ、そうだ、俺もあれやりたいんだ。俺も投げてえな。よし、0対0で迎える2回。まずは先制打を取りますか。しまった、ね、フォーク。ちょっと投手データを確認しよう。久保149キロ、スタミナあるね。フォーク、チェンジアップ、スライダー。チェンジアップ、割りかし結構持ってる選手多いな。バッターの足元、負け運なんだ。投げました、完全に外れた。ボール、これは完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。どう、これは強い当たり、入れば先制だ。伸びた、先制だ。よーし、第19号先制ホームラン。右中間スタンドに叩き込んだ。ストレートを狙い打ち。まあ基本ストレート狙い打ちだからね。2回の裏、これからやっぱりね、サクスペの画面とかとちょっと違うんで、打撃が。変化球はまだちょっと狙えないですね。バッターは6番荒波、現在の低めのボール引っ掛けた。セカンドの頭上、セカンド落下点。 OK、 これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番関根、投げました。2ストライクから、これはライトへの打球、ライト OK。 3アウトになります。あ、投げなかったね。観客席に。2回が終了しまして1対0か、1点リードは変わりません。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に。いや、だってこいつも左でしょ。カットボール、空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。ここはね、投げた、ピッチャーだから別に。正面、一塁送球、あー、送球それた、送球それたけど大丈夫。これで2アウト、ここも左でしょ。投げた、流し打ち、どうだ。うわ、すげー。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。ツーベースか。下にツーベース、カープ同点のピンチを迎えます。でエリアも左でしょ、と左しか見てない。ずっとピューピューなってるもん。エルドレッド、一塁踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋カープ、序盤終了しまして1、さあ第2打席、カープリードで迎える4回です。投げた、これはスライダー、スライダー、外へ逃げるね。投げた、これもインハイ際どい球、ね、ボール、強気で攻めてきます。カウントは2ボールノーストライクです。しまった、打った、これは強烈、抜けた、ボールは中継。まあとりあえず結果オーライか。点を入れてくれたな。この回はクリーンナップからの攻撃になります。ああ、こいつは右バッターか。先頭バッター、打った、痛烈な当たり、センター下がった。待って待って、どこ、あぶんね、ほんと毎回毎回さ、画面があんまり切り替わんなかったからさ。抜けた、あ、抜けたか。ボールは中継、筒香、いいバッティングを見せました。バッターは頼り、際どい打球とかも絶対取れないぞこれ。ショートの後方フラフラっと上がっている、取りました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。投げた、打ちました、ピッチャー返し、菊池ボールを取る、2塁アウト、3アウトチェンジ、1塁ランナー残塁です。点を取ってくれるね。ベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは、俺がこの前投げた時点取ってくれなかったけどさ。まずは先頭バッター1対0で負けたからね。切って取りました、投げました。そういうのが続くと多分負け運とかになるんだな。アウト、ピッチング内容はめちゃくちゃ良くても点を取ってくんないみたいな。宮崎、投げました、打った、取って、これでセカンド OK。 ヘーゲンズ、この回ピシャッと、カープリードで迎える6回です。須田、変わってるね。シンカーが曲がるね。カットボール、 V スライダー、まあ、球速は145前後が一番打ちやすいんだよね。投げました、カットボールか。第2球、投げました、これもカットボールか。スライク、バッター追い込まれました。一気に追い込まれたな。投げました、一つ外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。投球これから4球目、打ちました、よしよしよし、いった、一直線、早すぎもなく遅すぎでもなく。
遅いのはね、遅いので逆に打ちづらいんですよね。今回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは打ちました。これはライトじゃなくてレフト。バッターは2番エリア、現在の打率は2割1分9厘。これが変化球、フォアボールか。右バッターボックスには桑原、今日はサードゴロと打った三遊間。これはゲッツーになるか。さすがだね。スリーアウトチェンジ。横浜スタジアムからお送りしております。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃。この回のトップフルカウントだぞ。大丈夫か。打ちました、いい当たり。これはありがとうございます。これでロペス、ランナーはありません。投げた、146キロ直球、空振り三振。左バッターボックスは6番荒波、今日はセカンドフライ。そろそろスタミナがなくなってきたか。変化球、空振り三振。2者連続三振になりました。最後は空振り三振で仕留めました。7回までが終了しまして6対0。奥井がいるね。一番端っこで座ってるよ。カープリードで迎える。俺はこんだけ打ってるぞ奥井。今日は3安打猛打賞。投げた、縦のスライダーストライク。絶好調だから1でもあれだけ落ちるか。ボール大きく外れました。カウント1ボール1ストライク。第3球をシーカーを投げてこないね。投げた、インハイ、ボール。ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク。投げた、これはいい当たりだ。やっぱりね、ここら辺のストレートが本当狙いやすい。ソロホームラン、これで2打席連続のホームラン。てかピッチャー陣強いな本当に。いやもうスタミナないぞこれ。もうどうにもならないからね、スタミナがなくなると。3者連続三振になりました。投げた、打ちました、ファースト右横の頃。これはもうちょっと交代した方がいいんじゃないか。まだ投げるか、投げさせるか。これは引っ掛けた、ファースト後方のフライ。取りました、これで3アウト。まあ完封とはいえ完封だからね、どうするんだろう。いやこれだ、表っていうのがきついよ。本当に今日は20号到達。ご覧いただきました。だからさ、ピッチャーも頑張ったでしょう。何これ、本日のヒーローってさ、誰が選ぶのこれ。よくわかんないけどさ。でもピッチャーに厳しくないか。いやヘーゲンズさん超頑張ったと思うんだけどね。いや絶対俺選ばれるだろうって思ってるよ、ヘーゲンズさんも。いやそりゃさ、俺3本も打ったからさ、あれだけどさ、マジック30、結構遠いっちゃ遠いな。ああったねそんなの。忘れてた、すぐ忘れる。反射グラブって何。さあ次のミッションに挑戦しましょう。これでスタミナが上がっていくのはすごいよな。異形2、15塁だ。15塁だってどうやって打つの。ホームランでだから4塁打でしょ。4打席回ってきてほぼホームラン打たないとダメってことじゃん。3塁打なんて絶対打てないんだから、俺の足だと。いやこれ無理だよ。マンスリーラッカー、月間10本、こっちの方が良さそうだね。まあ1だしね。デイリースラッカー、1試合4本。それこそさ変わんなくねえか。異形2とデイリースラッカー2って結局4本打たなきゃダメだかんね。いやこれは2にしよう。2っていうか2番目のやつにしよう。マンスリーラッカー1、できるやつを確実にこなす。今日の試合出番がなかったぜ。いやそりゃそうだよ、知ってるよ。お前はゼロ盗塁か、お前の勝ちだな。そういうルールだったの。そんなルールだったっけ。今日はおごるか次は負けないぞ。こいつなんでさそれで勝負仕掛けてきたの。ジェイグサさん、君アホじゃないの。申し訳ないけどさ、これ実在のプロ野球選手に向かってさアホじゃないのとかさ言うのはさ本当に申し訳ないけど、いやでもアホとしか言いようがないよ。2軍なのかな。あ、イグサいた、2軍のピッチャーじゃん。まあ
確かに申し訳ないけどちょっとパッとしない感じだね。ビハインドでも36歳、でも15年やってるんだ、ベテランだね。やっぱりもう年ってことかな。調子極端、先輩いびりはちょっとよくわかんない感じで終わったな。よくわかんないうちに勝ったっていう。何もしてないけどね。ちょっと待ってね、9日がピッチャーの登板日か。牛丼食いに行きたいけどな、それはじゃあ次回にするか。ということで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。